イブちゃん、近頃忙しそうだね。はい、おかげさまで息をつく間もないくらいです。忙しいのはいいことだが、たまには息抜きも必要だよ。もし暇ができたらいつでも別荘においで。良いのですか？もちろん、馬に乗るには良い季節だ。わあ、ぜひお供いたします。次回パレオはもういません。お前の光は今どこにある？